スクウェアダンス。スクウェアダンスは4組のカップルが1セットになって、コーラーの指示に従って踊るダンス。発祥はアメリカ合衆国。イギリスのコントルダンスやフランスのカドリールなどの流れを組んでいると考えられる。アメリカ合衆国各地で踊られていた各地のスクウェアダンスが第二次大戦後を通じてに交流し合い、モダンスクウェアダンスとして統一された。今では、 世界各地で踊られている。スクウェアダンスで使う音楽は伝統的にはカントリーやブルーグラスであった。近年はポップスなども使われている。これらの音楽に合わせてコーラーが動作を指示し、ダンサーは指示に従ってセットの中で調和をとって踊る。スクウェアダンスではいくつかの基本的な動作、コールを覚える必要があるが特殊なポーズや 素早い動きなどの身体的な訓練は必要としない。ダンサーは普通に歩くことができれば、スクウェアダンスを踊ることができる。したがって、ダンサーの年齢、性別、体型、大きさなどの制約が少ない。また、セットのメンバーは、固定的なものではなく、動作、コールを習得したダンサーであれば、初対面のメンバー同士でも踊ることができる。スクウェアダンスは、使う動作。 スコールの種類、数によって、ベーシック、通称、B か同様、メインストリーム、MS、プラス、P、アドバンス、A1、A2、チャレンジ、C1、C2、C3A、C3 ビット、C4 というプログラムに分かれている。各プログラムで使う動作は、コラーラブという組織によって決められている。スクウェアダンスの面白さは、基本動作。 コールは決められているが、その動作、コールの順序が決められていないことにある。動作、コールの順序は、コーラーがコールの度に指示するものであり、あらかじめ決められてはいないので、ダンサーは毎回違ったダンスを期待することができる。コーラーは動作、コールの組み合わせ方を工夫して、スムーズかつ意外性のある動きを作り出すことによって、ダンサーを楽しませる。コーラーが、 スクウェアダンスで果たす役割は非常に大きくコーラーの力でダンサーの満足度が大きく違ってくる。ダンス人口の多いアメリカ合衆国ではプロのコーラーが多数いるがプロのダンサーは存在しない。競技会は存在しないが各種の大会ヤッパーティーは数多く開かれており大規模なものでは数万人規模にもなる。日本で行われる スクウェアダンスの大会のことをジャンボリーと呼ぶ場合もある。ダンスはチップという単位で行われている。一つのチップでは、ホールダウンやハッシュと呼ばれる形式のコールとシンギングと呼ばれる形式のコールを行う。チャレンジプログラムではシンギングが省略されることが多い。ダンサーは男性が左、女性が右に立ち男性の右手と女性の左手を つないだカップルを4つ作り、それぞれ90度ずつ角度を変えて、正方形を作り、全員がその正方形の内側を向いて立つ。この状態を、スタティックスクエアという。スタティックスクエアの状態から、コーラーの指示に従って動作し続けると、8人全員が元のスタティックスクエアの位置に戻る。スタティックスクエアから動作し元のスタティックスクエアに戻るまでを1シークエンスという。 このシークエンスをいくつか集めたものを、ホーダウンや、ハッシュという。これに対し、シンギングでは、スタティックスクエアの状態から、コーラーの指示に従って動作し続けると、女性だけが、半時計回りに一つずれた、位置のスタティックスクエアに戻ってしまう動作を4回、含める。これにより、コーラーが1曲歌う間に、ダンサーは1回ずつ全員をパートナーにして動作する、時間がある。 曲が終わるときは、オリジナルのパートナーに戻るようになっている。シンギングに用いる曲はの7パートに分かれており、各々の,のパートが16小節ずつという構成になっている。上記7パートのうちフィグ1フィグ4の4つが女性が半時計回りに1つずつずれて戻るようなシークエンスになっている。スクウェアダンスの合間にラウンドダンスが踊られる。 チャレンジプログラムを中心としたパーティーやコンベンションでは省略される場合が多い。明治19年に東京女子主犯学校お茶の水女子大学の前身で講習会が開かれた。当時はホーマイと呼ばれ学校教育の中に取り入れられ戦前まで踊られていた。特に女子体育の教材として活用され運動会等を盛り上げた。音源はレコードなどない時代なので ピアノやバイオリン等を用い、運動会等では、軍楽隊の演奏でも踊られた。その後、第二次大戦後の連合軍占領下時代に、一般国民の意識改革と新米を図るために、GHQ に設けられた民間情報教育局、CIE の教官として、1946年6月、長崎に赴任したウィンフィールド二部が主導し日本統治戦略の一、 手段として普及に努めた。長崎県佐世保市のハウステンボスにはニブロの記念碑があり、ウィンフィールド P ニブロ記念、佐世保ハウステンボスフォークダンスエスティバルが開催されたこともある。日本の各地にクラブがあり、スクウェアダンスが踊られている。そのうちメインストリームプログラムを中心して踊っているクラブが集まり、各都道府県別に連絡協議会を設けパーティーの 日程調整相互交流を図っているさらにスクエアダンスの普及振興を目的として日本スクエアダンス協会通称 S 協があり社団法人日本フォークダンス連盟と連携し活動している日本ではコーラーダンサーの服装は基本的にウェスタンとなる男性は切り返しのついたウェスタンシャツに金属の襟飾りやスカーフを使用し女性は パニエとパラシュートスカートが多い。チャレンジプログラムのパーティーでは服装を自由としているものが多い。動作、コールやコールに対する就職詞であるコンセプトの数によってプログラムに分かれている。通常パーティーやコンベンションではどのプログラムで開催されるかがあらかめ開示され、ダンサーは自分の踊りたいプログラムを開催しているパーティーやコンベンションに参加する。 ベーシックプログラム、通称ベーシックは基本的な動作を中心に53個のコールで構成される。メインストリームプログラム、通称 MS はベーシックプログラムに加えて16個のコールを加えたプログラムである。合計69個のコールで構成される。このプログラムで開催されるパーティーやコンベンションが多い。プラスプログラム、通称プラスは メインストリームプログラムに加えて31個のコールを加えたプログラムである。プラスプログラムは100個のコールで構成される。アドバンスとプログラム、通称アドバンスは A-1 と A-2 の2つに分かれている。通常アドバンスと表現される場合は A-1 と A-2 を合わせたものを指す。ベーシックメインストリームプラスの各プログラムと合わせて、 合計182個のコールと3つのコンセプトで構成される。プラスプログラムに加えて47個のコールと1つのコンセプトからなるプログラムである。日本においては A-1 プログラムのみのパーティーやコンベンションはほとんどない。A-1 プログラムに加えて35個のコールと2つのコンセプトからなるプログラムである。チャレンジプログラム、通称 チャレンジは大量のコールとコンセプトが含まれるためさらに細分化されている。ベーシックチャレンジプログラムを参照、エクステンディドチャレンジプログラムを参照、アドバンストチャレンジプログラム A、通称 C3A は以下のような特徴がある。また2004年10月26日現在でコラーラブでこのプログラムに含まれるコールやコンセプトの定義が公開されている。 サ位のプログラムでもある。アドバンストチャレンジプログラム B、通称 C3 バイトは2004年10月26日現在で、コラーラブではこのプログラムに含まれるコールやコンセプトの定義が公開されていない。スターチャレンジプログラム、通称 C4 は2004年10月26日現在で、コラーラブではこのプログラムに含まれるコールやコンセプトの 定義が公開されていない。新しく作られたコールやコンセプトは、とりあえず C4 に分類される。また、時代に合わなくなりコラーラブのプログラムリストから外されたコールやコンセプトも C4 に分類される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。